クラブ側で解決できるかも。本当おっかないのは、そういうふうにそこまで惚れ込んじゃうと運命の出会いはあるぞ。質問です。はい、今お話を聞きながらなんとなく思ったんですけど、はい、なんか高校の時に付き合ってた女の子が同窓会で会ったらすっげえ可愛くなった感じ。いや、でも別人ですからね。まあ、バージョンアップしてた。バージョンアップはしたかもしれないですバージョンアップはしたかもしれない。大学って明るけた。まあ、だいぶスッキリはしたモデルなので、出会った当時にはちょっと良さを僕はそこまで理解してなかったんだけど、いざ改めて打ってみたら良かったっていう、まあ部分と、これね、本当分かんないのは、本当純粋にこのセットが、まあこの個体としてすごい気に入ったっていう部分もあるので、だもう1セット I23 番を買うかって言ったら分かんないです。まだ現状まだそこまでは、あくまでもこのセットが今僕にとても気持ちがいい、心地がいい状態なので。 I21 は通算何セットでしたっけ。 I21 は通算は5セット持ってたのかな。でもいろいろお譲りをして、今結局手元には2セットです。初代はもう溝がほぼないので、2代目もまあまあ溝がもうないので、新品とかも一応用意はしてあったんですけど、もうそれはお譲りしてしまったので、だまあ210にちょっと戻るとしても、戻るもうあれがないかなっていう感じはしてますかな。石井さんが I210 ユーザーはしかも長く使ってたってことで、はい、追随したファン相当いると思うんで、ここで石井さんが改めて I230 に乗り換えたとなると、はい、またそこに追随する人もいると思うんですよ、はいはい。その、まあ、アマチュアの方にアドバイスというか、210で基本的にはいいと思います。変えなくても。210よりやっぱりちょっとシャープにしたいとか、もうちょっとすっきりしてる方が好きっていう方には230がいいと思うんですけど、優しさっていう意味においては僕210とそこまで変わんないかな。ちょっとシャープな分だけ操作ができるっていうぐらいの違いだと思うので、まだだからね、そこまで絶対の自信を持ってみんなこれに変えた方がいいよとはちょっとまだ言い切れない自分もどっかにいます。寛容性っていう部分では I210 と I230 って芯を外す、まあ、フェース面のどこ当たったかっていうミスヒットの寛容性は割と210に近いものがあると思いますけど、全く一緒というよりはちょっとだけ落ちるかな。でソールの幅の広さで言ってもやっぱり若干そのダフった時の抜けとかはやっぱり210の方が優しいとは思いますけど、いわゆるブループリント S とかと比べた時には230の方が圧倒的に優しいので、だそういう意味において言うと、まあ210は使える、でもブループリント S はちょっと難しいなぐらいの方には確かにちょうどいい塩梅だと思いますし、まあもしこれで距離が欲しいなって言ったら I530 っていうのをお勧めしますし、これ530とのその組み合わせ、まあ上は530、下は230みたいな。やっぱり球の上がりやすさ、まあ、中空特有の良さみたいなもの、まあ、球の弾き感、まあ、打感も、だいぶ I500 とか525と比べて530すごい柔らかい感じはするので、特に初代と比べたら全然別物なので、そういう意味においては530のヘッドをチョイスするのも、まあ、組み合わせるっていうのもありだと思いますし、だもうあやに何求めるのかなのかなっていう感じがします。だからもう210でも本当に明記だと思うんで、別に210から無理に変える必要はないと思いますよ。ただ僕の場合210の時に抱えていた不満みたいなものがやっぱあって、見え方だったりする部分が、まあ本当たまたまこの個体にはなかったっていう部分が一番大きいかな。だから本当こればっか出会っちゃったってだけなので、だもし違うゴルフショップさんで230を買ってきてやってたら、もしかしたらエースになんなかったかもしれないし、ちょっとこれは、展開のあやみたいなところがちょっとあるので、全員が全員に230の方が絶対いいよ、変えた方がいいよとはちょっと言い切れない部分はあります。210はドット黒でしたもんね。ドット黒です。で230は赤、これ赤ですね。赤は 0.5、 いや1度フラットじゃないですか、ね、あ、じゃあ結構差は明確に、はい、でまあ引っ掛けたくないっていうのがだから明快な僕の一つの答えというか希望、要は構えた時にどうしても左に向いて見えてしまうのがどうにも気になる番手があって、全部じゃなくて、でそれを来角を変えたり何を変えたりシャフトの差し方を変えたりいろんな工夫をするんだけど、どうしてもその番手がどうしてもこっち向いて見えるんだよな、気になるんだよなっていうのが、まあ、拭えなかったんですよね。でその結果、まあ、アイアン変えて
コブラ使ったりとか何したとかいろんなことしたんだけど、まあ、それで言うとね、そこに気づいたっていうか、あ、これもしかしてクラブ側で解決できるかもって思ったのはプロトコンセプトなのかな、ゼロ三のあのアイアンが、あれ全然これその嫌な感じしないぞと思えて、あれは今僕のセカンドセットというか、遠征するときにこっちに出したときこっちで使うとかっていうとき用のセットは、まあプロトコンセプトにも入ってますけど、ただエースに昇格しない何かがいるんですよね。何なんだろうな。シャフトをちょっと変えてもいいかな。ちょっとそれわかんない。そこは今、そこまでする時間がなくてもやってないですけど、打感もいいし、でもなんか、こっちの方がハマっちゃったんですよね。こればっかりは本当にハマったみたいな話なので、意図してないから逆にちょっと申し訳ないんですけどね。ちなみにあれですか、その譲っていただいた時に、シャフトとか、何もいじってないです。ままグリップもその、むしろその方が入れたグリップのままです。シャフトはちなみに何？シャフトこれ、モーダスの125の S シャフトです。バンテずらしもなく。それはしてないと一応聞いてはいますよ。まあグリップも普段僕、ブラックアーマー入れてますけど、まあこれはちょっとこう、あのロートルクコントロールと LTC っていうグリップが入ってて、で、これすらもだから変えるのがおっかないから変えてないっていう。せっかく今このいい塩梅、いい感触で仕上がってて、下手にグリップ交換してその美味しい感じがなくなったら嫌だなって思ってしまって、まあ別にグリップしていて違和感もないので、まあちょっとこのままでいいやと。ましてシャフト交換なんてとんでもないって。とんでもない、触りたくないっていう、このままにしといてくださいって。ほんとおっかないのはそういうふうそこまで惚れ込んじゃうとなんか次なりづらいんで、まあ、それもまたちょっと悩みの、まあ、贅沢な悩みですけどね。はい、まあ、それぐらい、まあ、でも、喜ばしいことなので、ちょっとここ数年、まあ、I21 を使ってる時にも、ちょっとここなんとかなんないかなっていうふうに思ってたことが、まあ、いくつかあったんですけど、まあ、それがだいぶすっきり解決した。こんなこともあるんだなと思って、僕自身も、こんだけクラブ散々いろんなのを使いながら、いろんな説明を受けて、いろいろクラブ変えたりとかしてみても、やっぱ運命の出会いはあるぞっていう正直ちょっとあります。基本この石井さんの動画を 見る人っていうのはギア好きで変えたがり、はい、の方が間違いなく僕多いと思うので、アイアンを、まあ、シャープなモデルも含めていろいろこう試したんですよね。これドライバーでその QI10LS の時にも話をちょっとして、それはアイアンにも通じるんだよっていうちょっとこう前振り的なことを言いましたけど、やっぱりスピン量とボールの高さっていうことに関して言うと、低く打つとかスピンを減らすは技術技量でできるんですけど、やっぱスピンを増やすとか高く打つは技術ではどうにもならない部分があって、まあクラブのその、まあ、構造的な特性で高く出せるとか、あとはその体力でスピードパワーがあって高く出せるっていう部分はあると思うですけど、まあ、いかんともしがたい部分がどうしてもこう、まあ、43歳感じるわけですよ。で、多分これがきっとまた50とかになってくるとまた変わってくるとは思うんですけど、やっぱりある程度自分のこう、まあ、変化に対応してやっぱりスイングと、まあ、体力と、まあ、等々を含めて、まあ、ボールとかやっぱギアの進化がある中で、まあ、ロフトあんまり立ててもちょっとなって今思ってる部分が強いかな。なので、I230 の動画でも僕、これロフト寝かして使ったら使い勝手いいんじゃないみたいな会話を実はしてたりします。もう多分この動画が上がる頃にはシダル TV でもアップされてると思うんですけど、改めて、もちろん重心をこう低くして、深くして、球を高く上げるみたいなことが、できてきてるんですけど、それでもやっぱりそのスピン量とかボールの高さみたいなものにもう一回ちょっとこう気づかさせてくれた。ちょっとそういう部分を気をつけた方がやっぱゴルフもっともっとやりやすくなるんだろうなっていうふうに今感じることができたっていう部分においては、ちょっと一つ僕の中でも思い入れが深くなる要因でもあるかな。で、まあもちろんその方がね使っている状態なので、まあ割とだから新品ではないわけですよ。だからまあちょっと大事に使わないとなっていうふうに思ってもいます。内角が黒から赤に変わってるっていうのも、で、これ別に赤に変えようと思ったわけではなく、たまたま赤のものがそこにあったっていうだけなんですよね。だからこれも、こういうね、立場でいろんなお話をするのからしてみたら、ある意味お恥ずかしい話というか、
え、結局そうやってクラブ選んでどったらしになっちゃうんですけど、まあ、たまたま本当に、ね、いいのがあったっていうのは、まあ、それは、ね、嘘ついてもしょうがないんで、はい、正直あのプロですらこうなんで、やっぱりいろんなところでいろんな試打をしてみるのはやっぱいいことなんですね。まあ、試打してもちろん迷っちゃうっていうね側面もあるかもしれませんけど、やっぱりこうある程度はね、いろいろこう試さないと出会わないので、逆に出会わないでもうそれしかやらないっていう選択も、それはその人のやっぱ生き方チョイスだと思うんですよ。そこはその人の主義というか生き方みたいな話になっちゃうと思うんですけど、僕は可能性がある限りいろいろやりたいなと思ってしまう、まあ、そういったところで、はい、ぜひ恐れずいろいろ試していただければと思います。まあね、実際 I230 にしましたけど、ちょっとしばらくアイアンか、まあ、もう他に買い時も起きてませんけど、とはいってもそのうちいつか何か買っちゃいましたって言うかもしれませんが、その時にはですね、また温かい目で見ていただければと思います。今日はそんな I230 に石井がアイアン変えたってよっていう動画でした。ありがとうございました。